間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日は弓の反りのチェックについてお話したいと思います。弓の毛を緩めていきます。そうした時に毛が緩んだ状態になって、このスティックの真ん中のところでこの弓毛とスティックが接触するようになるかどうか、これが正しく弓の反りが入っている状態です。ところが緩めた時に、目いっぱい緩めてもこのようにスティックの真ん中が毛にぴったりとつかずに隙間が空いている場合があります。これはスティックの反りが戻ってしまっている、あるいは反りが足りない状態になります。もともと毛を緩めた時にこのように隙間が空いてしまっていますと、弾く際にはさらに張って弾くようなことになりますので、非常に弾きづらいことになります。